大イマめのノマの天神社は、東京都稲城市大丸にある神社。旧社格は豪社。鳥居小犬。天保中に新中年6月吉祥日と掘られている。境内からの玉川中流域の中石地の眺め。玉川に架かる稲城大橋が見える。ごく小さな社であり由緒は、はっきりしないが、式内社調査報告では、 縁起式神明朝に記載される武蔵国多摩郡大間止目の豆の天神社が当社であるとしている。しかし、式内、大間止目の豆の天神社については、東京都大梅市の武蔵御嶽神社も論者となっており、明治初年には、武蔵御嶽神社が、大間止目の豆の天神社と称していた。なお、大窓の都は、大きく丸い平地にある、船着き場という意味ではないかと考えられている。 実際、この神社の神域に隣接する、不門前庵の前の定地の旧地名は、入形であり、天神山と城山に挟まれた小玉川の石湖であった。この神社が立地する稲城市大丸という地名も、大きく丸い平地という意味であるとされるが、この地は、古代から玉川の都下天の一つであり、津があったと考えるのは妥当であろう。ちなみに、前室の城山も、 玉川の都下点を抑える目的で築かれたと考えられている。秋葉神社、津島神社、稲荷神社、西社白山神社、神明神社、玉丘陵中部の北辺に位置し、境内からは玉川の下流域の中石地が一望できる。境内の裏山はかつては城山と呼ばれ、中世には大丸城という山城が築かれていたが、現在は玉ニュータウン、紅葉大住区となっている。 山道の両脇には窓か寺師寺、北心庵という仏教寺院があり、境内の北側にはやはり不問前庵という仏教寺院がある。ありがとうございます。